じゃあまだ間に合うよね。ああ、このリフトで上がればあの生意気なガキがいるはずだ。人間の概念でいう神が住む場所、混乱界。人間が想像する魔物が生まれた場所、災い界。神と魔が存在する空間、それは人にとっては遠くて近い世界、聖門地。いにしえと現代、歴史と流行が交わる町。雑多で喧騒、それゆえに活気が満ち溢れ、神と魔が集う地。長い時の流れにより異なる次元のエネルギーが集まり、不安定な空間が形成された。この予測不可能な次元空間こそ、災い界と人間界、混乱界に通じる道の一つである。このことに手を焼いた混乱界は、積極的にこの空間に干渉するようになる。鳥猫いわゆる大曲がりに入ると、エネルギーが混濁し、魔物と人間が誤ってそこに迷い込むことになる。混乱界はこの次元を優先頂、そう名付けた。有象無象をも誘い込むこの優先頂の地に、一人の少女が立つ。やがて少女は次元の壁をも砕き、いくつかの物語を紡ぎ出すだろう。今ここに最初の冒険譚開幕。勇者また乗り過ごしたのかな。まったく、いつも遅れてくるんだから。もしもし、ユモ、今どこ、どこにいるの。それはこっちのセリフだよ。お腹すいたから唐揚げ買ってたの。6番出口の右斜め前のお店だよ。6番出口で待ち合わせって言ってたよね。はあ、仕方ないからそこで待ってて。僕がそっちに行くから。そこにいたんだ。まったく、早く合流しなきゃ。おお、迷わずに着くとはさすが地元の人。あ、唐揚げ食べる？地元とか関係ないし、誰もが自分と同じ方向音痴だと。それから、これからスイーツ食べに行くのに唐揚げ買ってどうするの。大丈夫、甘いものは別腹だから。ほら、ついてきて。お店の位置はちゃんと調べたから。はいはい。新しいお店は僕も詳しくないから。勇者が、あれ、お店ここじゃなかったのかな。どこかに引っ越したのかな。ここだったような。ここ、あ、ここじゃなかったかも。最初のお店は
向こう側かな。そのまるでお店をはしごするような発言は。って勝手に遠くに行かないの。勇者？あ、もう食べ物のことだと足が速いんだから。あ、道間違えちゃったかも。こっちの方向だったかな。あれあれ、行き止まりだ。もうさっき迷子になったばっかりなのに、まったく。え、ゆもさっきこんな道通ったかな。ここなんか嫌な感じがする。まずは人通りの多いところに戻ろう。こっちがダメならわからないかも。さっきまでこんなのなかったよね。どうなってるの？あれ？周りの人が減ってきたような。おかしいな、ここって6番出口だよね。ユーモ、待って待って、歩くの早いよ。あ、ごめんごめん。でも、なんでここ誰もいないの？あれ？駅の名前も変わってない？ユーシャ、ちょっとここで待ってて。やだ、一人にしないで。心配しないで、すぐ戻ってくるから。優先長？正門長じゃないの？勇者、どうしたの？え、何これ。何？ここに人が？よし、この嬢ちゃんは大丈夫そうだな。こっちのポニーテールは危険だ。嬢ちゃん、起きろ。え、シンピラ？悪かったな、人相悪くて。嬢ちゃん、少し辛抱するんだ。今すぐ治療してやるから。治療？力がみなぎってくる。この感じだんだん強くなってる。ちょ、待て待て、一体どういうことなんだ。え、おじさんどうしちゃったの？そんな可愛くなっちゃって。これはまずいな。うわー、何やれ。嬢ちゃん、少しは。え、やれるって私がテレビで格闘技の試合を見たこと、これでいける？いいからやってみろ。まさかうまくいくとは思わなかったが。え、そんな。ああ、いや、僕も驚いたよ。リオ、店長。店長？ん？店長、俺は。彼女はお前の力を吸収できたんだ。そこの少女、物覚えは良い方。おじさんが僕を。だからってもういい。入れよ。食いしばれ。せや。本当
当に人の姿に戻る。おじさんって強いね。だから俺。ごめんごめん。ジョーちゃん。おう、僕の名前はユモ。今は自分の身を守ることに。うん、おじさん。しかしお前さんたち。ああ、それよ。親友か。オッケー、そこ。なさそう。確か近くに病院があったはず。ここは優先庁だ。あそこ優先庁。落ち着け。その説明、ま、でもおじさんなら僕。さっきと同じ方法は俺についてくるんだ。店長、女の子が優先庁に侵入して災いから攻撃を受けたんだ。